はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学、ややこしい連立方程式丸1をお送りします。で、前回までで加減法と代入法をねマスターしてもらったので、ここからややこしい、ちょっとめんどくさいね連立方程式をやっていきます。で、実はですね、この動画撮り直しでございます。以前も撮っていたんですが、ちょっとミスがあったので、遅くなっちゃったんだけどね、こう撮り直しやっていきます。で、今回は問題を4問やっていきますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、何がややこしいかっていうと、括弧がある、小数がある、分数があるみたいなね、まあ、この3つっすね、基本的にめんどくさいのは。で、それ全部共通してポイントとして思っといてほしいのが、括弧も分数も小数も全部消してやるぜっていう、もう全部消すの、その存在を。で、消して今までやってきた加減法とか代入法のみんなが解ける形に変えていく。そうすれば絶対解けます。だから、その形を変えるっていうとこさえミスをしなければ絶対解けるから、見た目めんどくさいけどね。で、どうやっていくかっていうと、まず1番、上がね、括弧があるでしょ。で、括弧をどうやって消すかっていうと、単純に括弧の前に3がいるので3を配ります。そうすると 3x プラス 3y イコール 4x マイナス7となります。で、代入法と加減法はみんなの好みがあるので、どっちか任せるんですけど、ちょっと自分はね加減法の方が好きなので、今回全部加減法で解きます。で、加減法で解くんであれば、左辺、左側に文字があるやつで、右辺には数字だけのやつを集めたいので、この 4x をこっちに持ってきたいのね、左辺に。で、移行するとマイナス 4x になる。それとこれを計算してまとめれば、マイナス x プラス3y イコールマイナス7となって、これでいつもやってきた形に変わったの。これでも整理が終了した、これでね。で、下の式はあれ、これ何もしなくていいんじゃねって感じもするんですけど、 3y 文字がくっついてるのが右辺にいるので、左辺こうやってね左に持ってくる。そうすると 2x マイナス 3y イコール8となります。で、これとこれをあとは加減法で解いていく。で、今回ちょっとね文字がちっちゃいんで、見にくかったら YouTube のね全画面表示で見てください。で、これもう 3y 揃ってるんで、普通に足し算そのままねやっていくと、 3y イコールマイナス7で、こっちが 2x マイナス 3y イコール8で、これ足し算すればね y が消えるので、 x イコール1となって、で、x が出てきました。で、加減法は片方が出てきたらね、あとどっちか好きな式に代入すれば、こっちに入れるよりもこっちに入れた方がいいっす。整理したやつね、のが簡単だからさ。で、ちょっとここだけごめん、暗算でやらせてください。やると1入れると、持ってきてマイナス6だから y イコールマイナス2となるので、答え x と y は1とマイナス2で、これで終了となります。で、連立方程式はね、答えが合ってるかの確認ができるんですけど、もし時間が余ってたら、この1とマイナス2を、この元々の式に入れてみる。1とマイナス2。例えば上に入れてみると、1とマイナス2なんで、括弧の中がマイナス1になる。それと3かけるから、マイナス3だね、左辺が。で、こっちに1入れると、4-7 だから、マイナス3になってて、同じになってるから OK だと。で、それも下も確認してください。で、両方なってれば、答え絶対合ってるから。で、この確かめの時は、整理したやつに入れるよりも、めんどくさいんだけど、元々のやつに入れた方が安全です。で、元々の2つに入れて、ちゃんと成り立ったら、絶対に合ってるから、その答えは。連立方程式はね。まあ、テストの時ね、結構問題数多く出す先生が多いから、そんな時間ないよっていう場合もあると思うんですけど、まあ、もし余裕があれば、やってみてください。よし、じゃあ次、小数いきましょう。で、これ上の式だね。で、小数は簡単です。これは、10をかけるか100をかければ基本的にできます。で、どう判断するかっていうと、今回 0.5 と 0.2 なんで、両方ともね、小数点1個ずらせば小数じゃなくなるじゃん。1個ずらしたいんだったらかける10をします。で、もし、
どっちかが 0.03x みたいな感じで小数点2個ずらしたかったら100をかけてください。100をかければ、小数じゃなくなるんでね。で、1000をかけることはほぼほぼ出てこないんで、まあ、10か100で大丈夫。で、10をかけるとこっちは 5x-2y で、忘れちゃいけないのが絶対これにもかける10を。いい、これかなり忘れます。だから20ね。で、これは整理できてるからこれで OK だと。で、こっちに関してはちゃんとなってるから OK だね。だからこれとこれを、あとは加減法で解いていきます。で、係数合ってないんで、まあ、どっち合わせてもいいんだけど、どうしようかな。 X 合わしに行こうか。じゃあ、10に合わせたいんでこっちに2かけます。そうすると 10x-4y イコール40だね。はい、あ、 OK だね。で、こっち5をかけるから 10x-15y-15 と、で、引き算します。で、そうするとここが 11y で、ここが55で、11で割れば y が5になります。はい、ってわ、超ギリだった待ってね、少し切れたね。で、 y が5と入った。あ、 OKOK、 で、この y が5を、まあ、どっちでもいい。まあ、もともとのね、5をかける前の式の方が簡単かな。どっち、こっち入れようか。ここに5を入れるとマイナス10、持ってくると30なんで、5で割ってで、 x が6になる。つまり x と y イコール6と5、これで収容になります。で、さっきも言ったように確認やってみると、じゃあうちで入れてみようか。 0.5x、 ここに6を入れると、3になるね。3-0.2×5 は、2なんで、あ、2じゃねえや、ごめん、1か。なんで 3-1 イコール2になってるから OK だね。で、これ下も入れてみると大丈夫になるんで、これで OK となります。じゃあ次3番いきましょう。で、赤はこっち、青に行こうか。で、分数の消し方はこの3と4、分母のね、これを消したいので3と4の最小公倍数をかけます。で、まあ、最小公倍数がパッと思いつく方はそれでいいんですけど、あ、ちょっとなって思う場合は何をかけたら3と4が両方約分消せるかなっていうふうに考えてください。たまに3と4だから、3だから、6とかかければ消えんじゃねみたいな。つまりこう3分の x でさ、上に6をかけるとこう約分できるじゃんか、1と2ってなるから。でも6だとこっちの4の方がね、4分の y かける6が約分できるんだけど、下に2が残っちゃうんだよね。そうすると分数消せないから、だからこれはダメなの。で、どう考えるかっていうと、これだったら、まあ、4と3なんでね、12をかければ両方約分できます。で、まあ、最終手段として、もうどうしてもね、そう割るのが見つかんないってなったら、この3と4、この2つの数字をかけたもの、3412、それを掛け算すれば絶対に消せます。これ最終手段ね。今回は12で合ってるんだけど、で、12をかけるとこれにかけると、まあ、一応書こうか。3分の x に12をかけると1と4が残るんで 4x になります。で、こっちも同じようにかけると約分するから 3y となります。で、忘れちゃいけないのが、絶対こっちにも12をかけるんで、マイナス12となります。いいかな？で、こっちは、文字のね、くっついてる x が右辺にいるので、左側、左辺に持ってきます。そうすると、5x、プラス 3y イコールマイナス9となる。で、あとはこの2つ、整理が終わったので、あと連立方程式解いていくと、あ、加減法でね、解いていくと。で、3y 揃ってるから、そのままいこうか。4x プラス 3y イコールマイナス12。で、5x プラス 3y イコールマイナス9。で、引き算だね、今回ね。すると、マイナス x イコールマイナス3なんで、よいしょ、x は3になります。で、出てきた3を、まあ、どっちかの式にね、戻してあげて、どっちか、こっちでいってみる。入れると資産12、ん、違う違う、
5、3、15、4、3、12、いいんだごめん間違った、4、3、12だから、マイナス24になるので y イコールマイナス8かとなる。で答え x と y イコール3とマイナス8と、これで終了。ごめんちょっとパソコンの音入っちゃったね、ごめんごめん、というふうになります。で一応ね、合ってるかどうか確認するんであれば入れてみる。ちょっとめんどくさいけどね、分数の時入れてみると3分の3なんで1でしょ、で4分のマイナス8なんでマイナス2イコールマイナス1、こっち側1-2でマイナス1になってるからちゃんと両方成り立ってると。で下の式もやらないですけど、やってみるとちゃんと成り立つのでこれで OK になります。まあこれは本当時間が余ったらね、そうやってください。ではラストいきましょう。でラストはカッコだね、カッコがあってちょっとめんどくさそうですけどいきましょうか。これね、計算場所をね考えてなかったけど、どうしようかな。でここ行こっか、上カッコの前に2がくっついてるんで配ります。 6x プラス 2y イコール 8x プラス y プラス9で、文字がくっついてる 8x プラス y を左辺に持ってきます。でまとめるとマイナス 2x プラス y イコール9か。これで1個ね、整理完成しました。でこっちに関してはちょっとね、計算幅を節約したいので、ごめんね。ここでいこうか。これはプラス30。数字だけなのが左辺にいるので、これを右辺に持っていきます。そうすると、5x マイナス 4y イコールマイナス30となります。で、あとはこれと。これをね、普通に加減法で解いていくと。さあ、入るかな、これ。これは入んない気がするね。じゃあ、揃えたいんでこっちに4かけようか。じゃああっちを先に書こう。 5x マイナス 4y イコールマイナス30で4をかけるとマイナス 8x プラス 4y4 なんで36か。はい、でこれ足し算ですね。あ、入る入る、字ちっちゃくてごめんね。やるとマイナス 3x イコール足し算だから6、つまりこっち行こう、x イコールマイナス2となります。でこれをこっちの方が楽かな、戻すと4だから持ってきて y は5、つまり x と y イコールちょっと入れてるねごめん、マイナス2と5となってこれで終了となります。で合ってるかどうかはめんどくさいんだけど一番最初の状態に戻してあげる。例えば上ちょっと頑張ろうか。上入れてみると、カッコの中身がマイナス2と5を入れます。ここ、マイナス6、プラス5なんで、マイナス1だね。2かけるマイナス1だから、左辺はマイナス2になります。こっち側ね。で、右辺入れてみると、マイナス2入れるから、マイナス16。5を入れるから、プラス5。で、プラス9入れるから、プラス9。計算すると、ここマイナス2になるから、左辺と右辺同じになってる。OK と。で、確認できればね、必ず両方セットでやってほしいんですが、ちょっと時間の関係で下はね、ちょっと省略します。といった感じで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ひとまずは、カッコの消し方、小数の消し方、分数の消し方を覚えてもらって、みんながいつも解いてきた形に持っていくと。で、そしたらいつも通り、まあ、今回加減法でやってますけど、第二法の方が好きな方はそっちでも構わないです。全然問題ない。まあ、いつもやってる形で解いてみてください。で、最後確認するときはめんどくさいんですけど、元々の形に入れた方が安全です。なぜなら、まとめてるところに入れてしまうと、そこで計算ミスしてる場合もある。もうこのまとめてる時点でね。そうするとずれてしまうので、であれば、元々のやつに入れて合ってるかどうかをぜひ確認してみてください。では、今回は中学校2年生の数学、ややこしい連立方程式1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、これ1ってね、タイトルがついてるので、次回2続いていきます。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ちょっとごめんね、これちょっと切れてましたけど、まあ計算なんでいいかな。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。